陛下、取引よ、ベルド。使者に伝えさせた通り、条件を飲めば反逆の罪を許します。ジーヤを話し、お前の知る冥界への道を教えてちょうだい。メルセデス様、あなたの勇気と行動力、人を信じる心は美点ですが、
王としては欠点ですな。裏返せば万有と無謀、騙されやすいということにもなりますからな。教える気はないというのね。魔王と妖精どもを潰し合わせておくのも悪くないが、我々にはやらねばならぬ使命があるのです。だがまだしばらくリングフォールドには混乱を与えておきましょう。新しい女王もまた名を返すのです。おっと、動けばドワーフの命はありませんぞ。ベリアル来い。さあ、その妖精の小娘を喰らえ。え？どうした？まだ悟れぬか。逆ろうても無駄だと。嫌がるものを無理やり操るだなんて。竜ごときが尊い我ら三賢人に刺激されるのは名誉なことよ。何度でもお前の心臓を縛る魔法の鎖を締め上げてくれる。バカめ。さあ行け。こやつ、あくまで逆らうのか。前言撤回よ。許しを与える剣はこちらから取り下げるわ。お前にはこれがお似合いよ。使えぬやつめ。ベリアル。私を気にするな。人間を信じた愚かな竜の末路はこんなものだ。妖精よ、気にするな。逃がさないわ、あいつ。スカルディはオニキス王のところからまだ戻らんのか。ウルズールもタイタニア王の恐喝に忙しいみたいだな。お仲間が揃わなくて好都合だ。なんだとカエル目が。生意気な。さあ敵はこっちだ。よしよし、ウルズールの命で来たのだな。来たぞ、あいつだ。あいつがこの町を呪って陥れた悪い妖精じゃ。抜け抜けと。Yeah.
しなさい、ベルドン。そうはいくか。どうだ魔法使い、その指ではもはや魔法の印は描きまい。プーカの呪いだ。もう二度と元には戻れないぞ。なんじゃと、貴様バレンタインの。無理しすぎたか。だがこんな姿でもやればできるもんだな。カエル、そこに倒れてる野生ウサギがベルドーの慣れの果てだ。これで目的は達成できたわけだ。奴が気を失ってる間に縛り上げろ。こんなになって魔法使いも肩なしだ。やるじゃないか女王。おい、あんまり触れるとカエルの毒が。おい、メルセデス女王、ありがとう。あなたは滅んだ国の王子。せっかくこうして女王の手を取れる姿になれたが、ここでお別れだ。待って、私あなたがいないとうまくやっていけない。何としても母親の仇を討つんだろ。ええ、もちろんよ。君が女王として果たさねばならないことがあるように、俺にもけじめをつけなきゃならないことがある。そばで見守りたいが、それは叶わない。危なっかしいけど、君はもうちゃんと女王をやれてるよ。そうだ、扉は自分の手で開けるんだ。待って、まだ名前も聞いてないわ。イングベイ。何、また会えるさ。イングベイ。